どうもサバイバーの皆さん、クリスマス、といえばゲームのイベント。ちょっと虚しすぎるかもな。サンタレスな最高、今回はアーク、昨日のアップデで、クリスマスイベが始まった、のと、満を持して低音ポットが実装。いろいろ調子よう変わったやつな。とりあえず、早速作成、チェックレプリケーターかオベリスクとかが必須。なんでレプリケーターあるんだよ。時系列的にはパート20の世界線、時も空間も、すべては多角的。ついてこい、そして問いかけろ。ホワット F 昨日から毎日配信中。低音冷蔵庫と、低音ポット作成。低音ポットは恐竜を入れられる。ざっくり言えばモンスターボール。低音冷蔵庫は低音ポットを入れれる。低音ポットはリアルの30日で充電切れする。それを改めて充電できる。ってだけの機能じゃなくなって、低音ポット、強弱体化が入って、低音冷蔵庫の近くの一定範囲、そこでしか恐竜を展開できない。まあ、正直みんな知ってるよな。とんでもなく話題になったからね。攻撃を受けてから一部はしまえない。しまえながちゃん。低音聖夜で済まない。低音聖夜、冷たい聖夜、その言葉、ミカが聞いたらどう思うでしょう。そしたら雪原行って、クリスマスイベ、一旦恐竜全消しコマンド使った。クリスマスイベ限定の生物が、合計4種類、枠みたいだな。クリスマスゴリラとトナカイがまずいる。クリスマスゴリラのパワーワード感。早速発見、クリスマスゴリラ、あとは白いスノーマンってのが枠のと、歌歌ってそうな感じ。サンタのペゴマスタクスが枠、アイテムを盗んでくる生物、あんまりにもうざくてこのサバはいてない。スポーンしない設定になってるわ。オラゴリラ、いざ尋常に勝負。サンタの大きなお手伝いさん、HP は2000固定っぽいか。倒したらヤドリギと石炭が手に入る。一旦フォルダにしまっておこうかな。やっべ、なんかいろいろ持ちっぱだった。この通常サンタゴリラは、アルゲンでいける。スノーマンって、白いゴリラ、それはアルゲンだと厳しいっぽい。HP が多くて、攻撃力が高い。ギガノトで戦うのがいいらしいが、ここまで連れてくるのが面倒だよね。って時に、低音ポット弱体化きついな。一応サバ設定で、前の仕様にできる。正直やってもいい気はするけど、この仕様慣れるのもありだと思う。これはこれで面白そうだが、実際プレイしてると超だるいけどね、と、ラクトルクロースがやってきた。ラクトルクロース、ゲーム内で時間が、0時から2時の間に湧く生物、ソリに乗って、空を飛んでるこの世界のサンタ、特殊なクレートを落としていくにょんね。サンタクロース、プレゼントを落とす、アマゾンの置き配が投げてた、みたいな映像、あれと同じでサンタもぶん投げてる説。だからサンタの姿は見えないんだ。お、クレートとラクトルクロース発見。ラクトルクロースは通常の生物より、描写距離が上がってて、遠くでも見える。アルゲンジェ、追いつけないが、あれがラクトルクロース、クレート落としてるな。軌道にクレートを落としていく、PUBG とかの救援物資と同じ、世界観が急にとんでもなく変わった。ということで、プレゼント着地があり、プレゼントの中からは、低確率だが、限定のペットも手に入るぽいな。狙いたいけど、アイランド、広くてラクトルクロース探し一苦労、飛行速度もアルゲンジェ遅いしな。それではクレート、早速開封、ヤドリギと石炭は確定、あとはいろいろ。ヤドリギ石炭以外はゴミ箱かも、ペットワンちゃんがメインだろうな。ちなみにこれ、結構 HP が低くて、ちょっと放置してたらすぐなくなる。目の前だったのもったいなさすぎるだろ。あとはトナカイって生物を探したい。トナカイには、人参をあげると、ミニゲームができてヤドリギ石炭もらえる。毎ターン8分の1ダメージを与える。それでイベからアメガテリウムテイムした。低音ポットにしまっておこうか。ハギーワギーみたいな色だな。スイッチ版リリースの伏線。低音ポット、しまう分にはどこでもできる。展開が冷蔵庫近く必須って感じ。それでも十分、優秀ではあるな。恐竜連れて帰るの、陸路危険すぎたし。ただし、投げて展開はできないと。操作ミスってアルゲンしまったら積む。徒歩で帰るしかなくなるぜ。それでスノーマン、イエティ的な方。俺の方にいた。ピン出しておくね。チャンネル名定期。もういっそ、作ってみる？ライベータチャンネル版ホワット F。もしもチャンネル主がモノポテだったら、正直ちょっと面白そう。ウプ主の想像力に超かかってるけど、あそこね、わかりやすい。リニオブナタ飛んでませんか？テイムしてないなんて言ってないでしょ？まあ、それのテイムもまた今度。ちなみにモノポテ大活躍。もうなんか知ってた。七面鳥もそうだったんだけど、こいつも木とかなぎ倒してくる。アボミナブルスノーマン、日本語で言えて、雪男みょんね。アボミナブルの要素どこ行ったんだ。不愉快なって意味らしい。雪投げてきて、移動速度超低下。これが新状態異常のカチコチ？雪投げと、
通にパンチがあるっぽいにょん。それじゃあ A1、ちょっとお手合わせ願おうか。生身で A1 殴りに、変態。ギガノトがいたら楽に戦える。私自身がギガノトになることだ。イベント全部生身でやる人？おら A1。正々堂々勝負しろ。脳筋の極みみたいな状態。この体は、無限の筋肉でできていた。ギガノト推奨って言われたところで、このサバのギガノト8レベだしな。あれはもはやミニノトサウルス。227の HP を全部持ってかれた模様。イエキさん。最強すぎるかも。スーパー七面鳥もそうだったが、イベ原生物、マジで強いな。作戦変更、リニオグナタの動き止める攻撃、まさかのイエティにも効くっていう。これで動き止めたら、ある程度楽だな。これで倒せると、思ったけど、ダイオドンの邪魔が入った。今絶対に自分のアルゲン殴ったよな。ダイオドンに吹っ飛ばされてそれで。ダイオドン、とりあえずなんとかするわ。一応リニオ、低レベだけど飛行サドル。ゴリラ、お前雪は投げれるのか。雪投げだけは別の判定らしい。ゴリラとサンタって、ほぼ同じ。ゴリラも人間に糞を投げてプレゼントしてくれるし。あれってプレゼントだったのか。ダイオドンの邪魔なければもうちょい削れた。まあでもあとはショットガンでいける。リニオで飛んでショットガンで超楽だわ。リニオグナタ、飛びながら銃撃てる。それだけでほとんどの生物完全無力化だからな。人数分、なんなら高レベ個体欲しい。結構時間かかったが。これで撃破か。イエティの HP は67,500。野生のギガノト並みの HP 量になってるにょん。ただし報酬は30個ずつ。正直相当効率悪いよねこいつ。普通のゴリラ2体の方が早いかもな。ちなみにサンタゴリラは強者の洞窟、雪原にある洞窟にもスポーンする。そこで倒すのが一番効率良さそう。レベルオーバーフローゴリラだけど、倒せるのであれば理論上効率いい。ある程度集まったから、一旦帰還、ASA の新要素、なのかな？サンタに手紙を書くやつやってみる。まずはクリスマスツリーを用意。作業台の休日って欄で作れるにょんね。それでツリーとベッド、暖炉を用意したら、その3つを近くに設置する。ツリーを暖炉の燃料にするのはダメ？サンタに首絞められそう。適当に、外のいい感じの場所、中央の UK ハウスに設置しておこうか。唐突にクリスマスになる UK ハウス。UK ハウスって言い方をすると、いよいよ英国大使館みたいだよね。ユナイテッドキングダムハウス。とりあえず一旦、これで OK かな。そしたら暖炉に、宿り木と石炭を入れて、4種の手紙から選んで1つ作る。サドル、防具、武器、恐竜ってあるが、その選んだ手紙に応じてラプトルクロースから報酬がもらえる。サドルを選んだらサドルもらえる感じね。今回はとりあえず、恐竜を選んだな。そしたらなんか、右下に出てきたけど、それがサンタカルマみたいな感じで、敵対生物を倒すとゲージ上昇、草食動物とかを倒すとゲージ減少、ゲージに応じて、カルマの状態が変化する。試しにユタとディロフォ倒したら、ざっとワズナイスって出てきたな。画面中央にもゲージ出て、増えたかな。そのゲージが右に行く、上昇すると、カルマの状態が変わって、報酬が変わる。サンタが糞をくれるってこと？サンタはゴリラ説の証拠が出た。そしてアルファのラプトル発見、同族殺す分にはセーフなんだ。ただ肉食生物でも、子供の恐竜、それ殺したらカルマ下がるにょんね。カルマの故障はタルコフのせい、カブカルマみたいなもんでしょこれ。クリスマスソング、何が思いつく？個人的にはラストクリスマス。クリスマス、圧倒的に曲多いよな。誰か山の日で曲作ってほしいわ。海に対して山の曲の少なさ。アルファラプトル、無事撃破したけど、ゲージの上がり幅とんでもないわね。もしかしてこれ、討伐経験値基準か？ワンちゃんそれに比例してるかもね。あとそういえば、忘れてたけど、手紙を出しても0時までにツリー近くのベッドで寝てないとプレゼントがもらえない。とりあえず沼地とか巡って、スーパーナイス、最高の状態にできた。多分だけど、洞窟とか肉食島、その辺でやるのが効率いいにょんね。そしたらあとはベッドで寝て、プレゼントが来るまでこのまま待機だな。0時になって、ラプトルクロースが来た。その何秒か後にプレゼントが来る。クリスマスツリー爆破したぞ。古いネオン使ったのがミスった。創世の女神にネオン作り直してもらえばよかった。明かりがネオンになる。ライデータの枕元に低温ポット。それがサンタからのプレゼントっぽい。ちゃんと確認したら、2個ある。この中身が恐竜な感じね。40レベのアラネオモフス。サンタさん、嫌がらせですか？もう片方は38レベのアロサウルス。テイムの枠だけ潰しに来た感じ？サンタがくれる恐竜は、一つのステータスに曲振りされてる。つまりどういうことかっていうと、これが今のアラネオモフスのステータス。0000039 0。こいつ自体だけで見ると低レベだが、ブリーディングで引き継がせたら、そしてこれがアロサウルスにょんね。食料全振り、まあいらないけど、うまく使えば超優秀個体作れる。ギガノト、カルカロとかも出るらしい。運さえ良ければ最強恐竜作れる。実は一番最高のイベントだったりする。厳選だるかったとこにこれは神。ティラノとかアルゲンでもいいね。使える個体できたらマジで優秀。39ポイントは十分助かるぜ。
それでこの世界、ペゴマスタクス、湧かないと思ったら荷が襲ってた。普通のペタマとはいろいろ違うっぽい。プレゼントを作成して、それを盗ませる。そうすると宿り着が手に入る。撮影時はこいつの情報、知らなかった。殺しても宿り着手に入るっぽいし。まあ、一旦殺しちゃおうかな。なんか盗ませてみよう。奴はとんでもないものを盗んでいきました。モノポテの命です。盗まれたんじゃなくお前が奪った。次回、強者の洞窟編2パート連続で動画半殺害エンド。はい、ご視聴ありがとうございました。